天空樹に登ったシュラトたちはインドラによって石化されたビシュヌを一刻も早く救出すべく天空殿へと向かっていた。アカラナータの容赦ない攻撃に追い詰められたシュラトたちは援護に駆けつけたサラスに危ういところを救われた。私に盾つく奴が一人増えたというわけか。妙合心だが、妙を合心によりクンダリーニ、トライローのシャクティを身につけたアカラナータは強烈な破壊力を持つ銃が烈光弾でシュラトたちを打ちのめした。必殺の烈光弾がシュラトめがけて放たれたその時、シュラトをかばってサラスが飛び出した。サラス！龍馬最後の一撃。龍馬、平気だ、大したことはない。今のは何か相馬が断ち切られるような。まさかシュラトが。サラス、心配せずともお前もすぐに後を追わせてやる。貴様にシュラトは殺させん。ヒューガ、リョーマ、レーガ。シュラトちゃんだいぶ苦戦してるようね。無事だったかシュラト。サラス、サラス、貴様。サラス、みんな無事だったようだね。なんで俺なんかのために。言ったろ坊や、あんたの相馬に天空界の未来を感じちまったって。サラス、しっかりしろ。このくらいの傷、すぐに、すぐに。いいかい坊やたち、ジンクモンを通って天空殿へお行き、あそこからなら天空殿へ入れる。分かった、必ず天空殿へ上がってみせる。期待してるよ。それからビシュヌ様をお助けしたらお伝えしておくれ。与えられた使命果たすことかなわず、お役に立てなかったサラスをお許しくださいと。分かった、分かったから、もう喋るな坊や。神よ、つらいね坊やと別れるのは。あんたと会えて楽しかった。バカ野郎、何言うんだよ。これからも楽しくやろうぜ。もっともっとな、サラス。楽しかった、サラス。サラス、サラス、別れの挨拶は終わったか。何？もっともお前たちもすぐあの世へ行くのだ。挨拶など無用だったがな。絶対許せねえ。おお、その体でまだそれだけの装備。貴様だけは許せねえ。シュラト、シュラト、やめろ。そのような技ではこのアカラナータに傷一つつけられんというのがまだわからんと見える。クソなんだボタナン、アビラン剣ソワカシュラマッハッケー。
何？マハディが決まった。今のは一体どうした？龍馬、龍馬。頭に浮かんだのはもしや遊びはこれまでだ。ナウマクサンマンダーバザラダンカン。龍が烈光弾捨てろ。サラスの敵さえ撃てないのか。あいつを、アカラナータを倒す手はないのか。くそ、鈴の音が。さすが天空殿を守る人将、簡単には倒せないな。さて、どこまで行けるか。黒田や雲雀そばか。潜り込んだネズミの始末も間もなく。はい、アカラナータはシュラトたち相手に手間取っているようですね。心配せずともアカラナータのこと、そう長くは待たせまい。ですが、シュラトたちの力侮れません。油断すればアカラナータといえども思わぬ不覚を。アカラナータは無敵。ビシヌのいない今、アカラナータの弱点を知る者もいない。弱点？そのようなものがアカラナータ？ある。だがたとえそれが奴らに見抜けたとしても、奴らにアカラナータを倒す術はない。シュラトたちがどうあがこうと、この天空界の滅びゆく運命に変わりなどない。
シュラト。シュラト。大丈夫か？なんとか。やつは危ない。いよいよ最後か。4人まとめて地獄へ送ってやる。まただ。これは1万年前の我が奴の体に、奴の体に岩が、あの一瞬なぜ奴のシャクティが無防備に、そうか、必殺の一撃を放った瞬間、あいつのシャクティは、これはシャクティが、竜王のシャクティが1万年前の記憶を俺に伝えたのか。その体ではもはや逃げることもかなうまい。4人揃ってとどめを刺してやろう。これまでか。マジにヤバいよね、これは。くそーがー、シュラト、ここは俺に任せろ。リョーマ。お前が死んだらサラスが悲しむ、天空界の未来が見えなくなるってな。リョーマ、どうするつもりだ。アカラナータ、この竜王リョーマが1万年前の決着をつけてやる。恐怖に血迷ったか。ならばまずお前を血祭りにあげ、残りの3人は後でゆっくり料理してやる。そのセリフ、見事この龍馬を倒してから言うんだな。龍馬、龍馬。シュラト、レイガ、ヒューガ、竜王龍馬にお前たちの力を貸してくれ。やめろ龍馬。うわっ龍馬、龍馬、龍馬。天空界に平和を取り戻すため。くそ、体が言うことを聞かねえ。そして何より、俺と共に戦ってきたかけがえのない友のため。龍馬、やめろ。レイガ、今の私にできるのは全ての相馬を龍馬に託すことだけ。それが龍馬を救うと信じるしかない。レイガ。くあ、畜生、死ぬな。うわ、彼らを死なせてたまるか。必殺の一撃を放った瞬間、奴は相馬を失い、小石を防ぐことさえできなくなる。ナウマクサンマンダーバザラダンカン。狙いは一つ、あの1万年前につけた右胸の傷。
死ね、銃が烈光弾。竜王の最後か。バカな今だ。なぜお前が、私の弱点は。1万年前のようにはいかなかったようだな。我ら八部衆の力受けてみろ、竜王海軍役。竜王ごときに、ここはカラナータが負けるはずか。やった、龍馬が。あのアカラナータを。龍馬。やったやった、龍馬が勝った。龍馬。大丈夫か龍馬。さすが八部衆最強の竜王龍馬、やったね。龍馬。しっかりしろ。どうやらお前たちと一緒に天空殿へ行けなくなってしまったな。喋るな龍馬。龍馬がこんなことでやられたりしてたまるか。泣くなシュラト。お前たちと共に過ごし、戦い、天空殿を目指すことができてよかった。龍馬、生まれ変わることができたら、もう一度お前たちと共に生きたい。龍馬。龍馬は死んじゃいねえよな。ナヒューが、そうだろうな。龍馬は死んじゃいねえよな。見苦しいわよ、シュラトちゃん。戦ってるからには誰かが死ぬのは当たり前。わめたって龍馬は戻ってこないわよ。なんだと、レガ、龍馬は俺たちのためよ、シュラト。龍馬。あのアカラナータにして葬ったのは龍馬たった一人か。お前たちにはもう一働きしてもらわねばならないな。お任せください、インドラ様。龍馬。
ヒューガ。こんなことを終わりにするには天空殿へ行くしかないんだ。龍が三人衆、最後の一人アカラナータとの激闘に己の相馬を燃やし尽くし、龍王龍馬は死んだ。だが修羅人たちに悲しんでいる暇はない。緑豊かなこのディーガ地方にも確実に滅亡の兆しが見え始めているからだった。命がけで切り開いてくれた道を通って、ついに俺たちは天空殿に戻ってきた。ドラ、待っていろよ。だがそんな俺たちの前に立ちふさがったのは、バカなお前たちは、ダン、クーヤ、レンゲ。次回、天空戦記シュラと嵐を呼ぶ天空殿、オンシュラソワカー。